おめでとう。父さん、俺さ、ここで焼き物やるよ。幸せな家族のもとに迷い込んだ傷ついたブラジル人青年。誰に命じられてんだ。なんで生きてんだよ。日本人にもなれない、ブラジル人でもない。あの子の笑顔を守ってやれ。スイジさんはマルクスのパパに似てます。夢を持つことは怖いことじゃないよ。家族っていうもん知らないで育ったからな。悪しき飲んだうまいっす。ギャルチプロテージうまいっす。神山ラブさんのお父様でしょうか。大変申し上げにくいのですが。息子はどうなる。理不尽な世界で守りたかったかけがえのないもの。死ぬな、いいか、死ぬなよ父さん。話す言葉も育った環境も違うのにさ、俺たち家族になるんだよ。ファミリア。